いいですよ。はい。じゃあ、はい、いきます、はい。モンストシステム問題。システム問題、怖いね。オーブカウンターの、はい、何もない時のハイフンの数を答えよう。わかるかよ。え、3。正解。嘘でしょ、ほんと？だいたい3だろ。だいたい3だろ、これ。システム問題。この画面のまま。あ、止めとく、止めとく。止めとく。下側にあるモンスターってところをポチッと1回押したときに、はい、まあいろいろ出てきますね、うん、上から5個お答えください。やべえ、むずいな、これ。これいけます、これ。正式名称はあんまり、あ、正式名称じゃなくて何するものかみたいなのがいいですね。あ、アバウトでも、うん、これありそうじゃない？ありそう、ありそう、ありそうだよね。一番上が強化、はい、強化合成。違います。あれ、やばっか。え、違う、一番分かった、分かった、ね、分かった、はい、編成、はい、編成、強化合成、はい、売却、何、売却じゃないですよ。あれ、編成、強化合成、はい、3個目でしょ。売却早い。売却早いか。ちなみにこの5個に売却入ってないです。え、じゃあ下の、下のこと、ね、俺も売却はいつもこの下の方をポンと押すってイメージが強いから覚えてたな、これ。じゃあラック引っかけも絶対ないよね。ないですね、ないよね。売却の下がラック引っかけですね。 えマジで。編成、強化合成、強化合成、モンスターボックス育成。え、3個あったっけ。いや、めっちゃ肝心なの忘れてますよ、この。え、マジ一番使う、あ、まあそんなことはないか。ちなみにタブでまとめられてるんですよ。上5個、下3個、その後3個ってまとめられてるんですけど、うん、そのタイトルを言います。一番下にあるのがその他って書いてあって3個ありますね、うん、その上が売却引き換えって書いてあって3個あります。はいはいはい。で、一番前5個あるところにはモンスター管理って書いてありますね。モンスター管理、はい。で、今編成とモンスターボックス育成っていうのが出て、あと3つあります。モンスター管理のあと3つもあんの。嘘でしょ、マジで。じゃあ1個言いましょうか。あ、1個言っていいよ。1個、じゃあその編成、モンスターボックス、育成の下に来るものを言いますね、はい、解放の書。うわあ、あ、分かった。あ、確かに。いや、これやばいと思うよ、ちょっと。いや、これはやばいと思う。え、田舎市とそうワクワク、はい、ワクワクのタブが1個ですね。で、もう1個あります。もう1個、え、もう1個あるでしょ。1個一番肝心なのあるでしょ。あれ、英雄の証。編成、モンスターボックス育成、解放の書、英雄の証、ワクワクの力、うん、その人です。いや、一番その人が押してる気がするんだけどな。なんでだろう。ああ、まあ押すでしょうね。でもそんな毎日押すようなもんじゃないですね。なんでだ。高難易度の時に押すかな。まあヒント言うと、うん、まあ毎回僕ら初見攻略するときに豪絶とか超級とかはしてますね。紋章、はい、魂の紋章です。いやー、これ意外と分かんないもんなんだろ。これはでも分かる。いや、これは意外に分かんない。思い出せば分かりません。思い出せば分かりますよね。そう、あー、てかこうなんかアイコンで覚えとけよ。あ、そうっすね、ポーン出てきて。意外に分かんないよ、これ、うん、出されてみ、自分で。確かに、そうだね、これ出されてみなきゃ分かんないですね。出されて、僕はでもモンスト予備校生だから。でもこれ多分そういう心理で出してくるんだよね、運営が。うん、うん、大体だってもうフレンドガチャの色とか分かるか。聞かんし。いきます。モンストシステム問題です。システムかよ。システム系問題です。システムが難しいってもう無理です。システムに入るか分からんか知らんけど、〇〇強のパワープラスは、はい、HP ほにゃらら、攻撃力ほにゃらら、スピードほにゃらら、それぞれいくつ上がりますか。え、強プラスパワーっすよね。強プラスパワー。え、プラスパワーのあれ、上層値を答えなさい。あれですか、マイスポ、普通のあどこでもスポ。ね、ごめんごめん、そうだ、どこでも、どこでもスポ。あー、はい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 、の何々強のパワーっすよね。うん、プラスっすよね。プラス、プラス、プラスか、プラス、プラスです。ヒットポイント1500、はい、で攻撃力が、1500、はい、スピードが、いや、スピードですね、確かに。スピードがむずい。16.8 ファイナルアンサーか、21.72 とかそんな感じの数値だった気がする。あ、じゃあ分かった、スピードは20か30、なんかぴったりだった気がする。ファイナルアンサーでどっちか。じゃあ30ぴったりいきます。
はいはい、さ、そっち行きますじゃあ、はい、プラス3で HP と攻撃力割ってましたけど、スピードがブブブでした。スピードなんすか。 30.6 30.6 か、じゃあ普通に L の数値とは違えんか。 30.6 か、むずくね。むずいと、うん、攻撃力はあるね。 HP 攻撃力はなんかイメージあるけど、ヒットポイントは何だったっけな。1500か2000で迷いましたね。で1500、1530.6 で、これ出そう。これ出そうやな。ちょっとむずいっす。はい、問題、はい、はい、魂の紋章、はい、いろいろスキルありますね。はい、耐弱の心得極み、はいはい、をつけた時の消費根気を答えなさい。いやむずいわ。俺これちなみに今問題これ出そうと思って調べに来たんですけど、俺間違ってました。あのこれだろうなと思いながら見に来て間違ってた。いやでもね、多いとは思うんだよ確か。多いはず、絶対。いいですか。はい、15,000。おお、違います。ちなみに俺は20,000だと思ってました。15,000か、はい、多くて30,000とか。そう、その多い30,000です。あー、30,000だったか。いや、俺なんか20,000か30,000かなと思って。いやでも30,000も使わんやろと思って。いや、自分そう、ちょっとね、そう思ったんだよね。20,000じゃなかった、30,000だった。で、上が15,000ですね。30,000や、うん、で、通常の耐弱心得は3,000だ。3,000、15,000、30,000っていう倍率上がっていくんですね。30,000やば、うん、30,000も使うとやばいっすよね。30,000か、うん、で、連システム問題、はい、オーブ購入で、はい、4,900円でオーブを購入した時にはオーブが何個手に入るでしょう。4,900円、4,900円で購入した時はオーブ何個でしょう。82個。正解です。おお。ちなみに3,800円わかります。3,800円はここまでがね、だいたいちょっとわかるかな。今なんか4,900円が82個だったじゃない。そう、82の3,800円で1万はまあ180じゃないですか。60個。うん、そうですね。で、この下は俺分かんなかった。今33個だった。33なんですよ。いや、それわかんないわ。かんない、そこで変わんな、うん、2,200円はちょっと見たことないな。そこで変わんからな。だから60個ぐらいまではちょっと買うことあるからさ、ちょっとわかるけどさ、うん。あ、これ言ってみるか。はい、システム問題に入るのかな。モンストシステム問題です。はい、称号の、前後で、はい、多分一番最初に手に入るものだと思うんですけども、それを答えなさい。わかんないよ。一番最初に手に入る前後の称号、左が駆け出しの、おう、右が、はい、一番最初だよ、一番最初。ひよこ、初心者、どっちか。駆け出しのひよっこか駆け出しの初心者だと思う。ひよっこじゃなかったっけな、違ったっけな。ビギナーかな、どっち。正解。お、何。あ、正解は、うん、見習いの、あ、駆け出しじゃねえか。見習いストライカー。そうそう、あ、ストライカーか。惜しい。いや、駆け出しめっちゃ惜しかったけどね。いや、もう駆け出しの方が最初のイメージがすっごい強かったな。見習いね、はい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 、見習いっていうのがあったね。最初になんか分からんけど、うん、一応左からっていう設定。モスにはいろんなボーナスがありますが、はい、運極ボーナス、はい、ですね。運極ボーナスは全部で6種類あります。そのうちの3つ答えなさい。1個がステージ工事の HP が増えるボーナス、はい、回復量アップ、はい、あと2つ、ゼロオブコンティニュー発動率アップ、はい、まあゼロオブコンティニューそうですね。最後は SS 満タンステージ確率アップ。あ、まあ、SS 全 SS 解放スタートみたいなのですね、はい、OK、正解です。あぶね。ちなみにこれは、まあ、4つは超有名なんで答えられるかなっていうあれだったんですけど、2つ絶対無理なのがあるんですよ。これ俺わかるんですけど、これ、まあ無理っす、絶対。これマジ無理。これですね、まあ、スタミナ満タンは、あ、まあ、考えれば出るじゃないですか、うん、なんで4分の3どれか答えられればいいかなって問題にしたんですけど、これお助けアイテム所持条件アップとメダル所持条件アップ。いや、わかんない。まあ、わかんないよね、わかんない。俺もこれわかんない。これわかんなかった、前これわかんない。なんかした時にで、ここに載ってんのがおかしいっすね、これ。嘘でしょ、これ多分。あ、これだ、これこれ、でもよくありそうなやつだから。ありそうなやつ、うん、今現在のタイトル画面にいるうち、いるキャラのうち、はい、4キャラを答えよう。一旦分からん、アーサー。アーサー、はい、はい、エクスカリバー。エクスカリバー、はい、あと2体、あ、パンドラ。
はい、ファンドル、はい、はい、あと1体あ、ノア、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、はい、ファンドラしか合ってません。え、マジで。あー、こっちか。俺なんかさ、シュッシュってこの交互にこういう風にあれで、今すっげー思い出してた、うん、あれアニメの時のやつだっけ。今マジ新しいやつ、ガカンだろ。なんでこんなやつがいいんだよ。ちょっと一回これ入ってもらっていいですか。オッケーオッケー。じゃ俺の次の問題です。はい、今のモンストのホーム画面のキャラを全部答えなさい。どういうこと。今の画面です。今の画面にいたキャラを全て答えてください。え、今のキャラ、今のキャラを全部答えてください。いやー、重い。いやー、これ復習ですね。確かに、最後復習で終わりましょう。復習で終わり。パンドラ、はい。あと何体います。パンドラ、はい、アミダ、アミダ、正解。ハレルヤ、はい、弁財天、はい、リョーマ、はい、エンマ、はい、ウリエル、はい、マナ、正解。これで出たら2人とも答えられますね。いや確かに、これは良かった。いや、これすぐなるの分かんないから。そう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 、意外に分かんない。意外と分かんないですよ。復習してちゃんと自分に身につけないといけないです、ね、意外に分かんないからね。これもう分かんないですよ多分。意外にこれ分かんないから、うん、確かに認知症テストみたいなやつだ。多分今日出た問題1個出ないと思うから。